同好会の発足10周年を機に初めて開いた写真展で、会場には会員8人の作品46点が展示されています。メンバーそれぞれが小さな自然や巡る季節といったテーマを設け、サークルの撮影旅行や自宅周辺で見つけた一コマを思い思いの構図で切り取った力作が並びます。同好会では今後も仲間同士で研鑽を重ね、作品展を開いていく予定で、すでに来年6月の開催を決めています。この写真展は今月10日まで津市の三重県総合文化センターで開かれています。